はい、おはようございますということで、今日も妻と飲むシリーズでございますね。今日さ、風が強いんで、お店入ってから、まあピンマイクでね、音声は撮ろうということで、ちょっとこれで撮れてるかわかんない。で、今日は気になるお店ね、なんかね、調べたらチャーメンとか、なんか炒め系のメニューがあって、で、まあなんかそういうね、名物なんかをみんな食べてるみたいな、まあ、そんなお店が川崎にございまして、本日はですね、そちらのお店で、まあ飲んで食べていこうかなと思います。入りました。入りました。入りました。はい。今日はですね、この川崎にある開拓さんということで。はい。いろいろ食べていきますか。町中華で。町中華で。いやね、すっげーうまそうなのがいっぱいあったんで、今日はね、まあ、いつも通りいろいろと頼んでいこうと思います。何に頼む？まず、炭水化物ではなく一品から行って。一品行って、まあもちろんお酒も行って。お酒も行って。はいはいはい。絶対食べたいのは自家製餃子。自家製餃子ね。うん、今まさに横で巻いてるって、うん。今ね、こんな感じで、まあ本当にお母さんが、お店のお母さんがね、手作りで作ってまして、これは頼みたいよね。うん、で、ほら、でも町中華の春巻きも食いたいじゃん。あ、揚げたてパリパリのとか美味しそうじゃない、うんうんうん、お願いします。じゃあ注文お願いします。はい、いや、最高だね。お腹すいた。お腹が空いた。やっぱさ、この企画するときさ、うん、朝飯絶対食べないじゃん。あ、食べないね。だからむしろ私はもう一食に近いけど ね夜も食べれないよ、ね、一日一食になっちゃうけど、その分さ、その先にお酒来るじゃない、うんうん、このすっぱらのビール超幸せよね。 ありがとうございます。私のチューですね、うん、今さ、これビール来たけどさ、もう300円差でこれだけだったら、うん、そうだね、大超お得だよね、うん、あ、お届けまでありがとうございます。ちょっとしたいいね、メンマ。で、ちょっと乾杯しますか。はい、はい、じゃあ、今日もよろしくお願いします。お願いします。いただきます。うぅ、うぅ、刺さる。うくわ。はぁ、11時から飲むビールはうめぇ。うまい。お腹空いてるからうまい。はぁ、超丁寧に洗ってるのか、全然臭くないよ、うん、めちゃくちゃいい、うん、まあ、で、またオープンだとさ、グラスがキンキンよ、うん、うん、じゃあとりあえずいただいちゃいますか。はい、いただきます。こういう一品がね、いいね、うまい、うまい、うん、ちょっとメンマいただいちゃおう、俺も。うん、おつまみに良い感じだよね、濃いめな、来る前に飲み終わっちゃうの。メンマがあればもう終わっちゃうな。そう、メンマがあれば一杯飲める。あります。あ、すいません、追加後で。あ、飲みもいいですか。はい、うん、ありがとうございます。おかわり早くない？するの。そうなの、そうなの。まだつまみ来てないんですけど、まさにすきっぱらに入れてしまったんで。まあでも俺ももう倍、同じぐらい飲んでるよ。ないよ。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。もう回さない。うわ、美味しそうね。ということで来ました、餃子。はい、うまそう。美味しそう。この焼き目よ、うまそう。久々に食べるの、これいいね。このお店のさ、そう、ちょっと電話番号とか入っちゃって、まあ、かつれてる感じで、うん、いいね。いっぱい回ってるからね。そう、いっぱい回ってますから。食べましょう、食べましょう、食べましょう。今めっちゃ食いしん坊の声してる。食べましょう、食べましょうって、もう今日濁点いっぱい入ってる感じでしょ。いや、どうぞどうぞ、先食べてください、はい、あ、じゃあすいません、いただきます、うん、そのままな感じでいきます。つけずにね。はい、つけずに。つけない派なんで、あんま。でもちょっと厚さが厚いでしょ、うん、おお、暑い気がする。暑い。もう皮もちもちだね。美味しい、美味しい。うん、美味しい。これはこのままだな。行った方がいい。うん、下味もしっかりついてる。うん。
ちょっと俺もいただきます。結構あれだよね、具がしっかり系だね、具もしっかり入ってるけど、うん、あのニラの香りとかが強い、うん、お野菜の甘み、うん、皮ももちもちしてるわ、野菜の食感がいいね、おいしいこれ、うん、いやなんか本当包みたてって感じ、あ、うん、ありがとうございます、ありがとうございます、うー、針巻きますこれ、あったかいうちに、あったかいうちに行きたいんだけど、熱々はもうやばくない、あ、まあやばいけど行くか、じゃあ俺は温度を確かめるわ、うん、私より強いと思うもん、口は、うん、あ、これさ、ちょっと近づいた時にふわってくる感じがやばいよね、熱気でやばい感じわかる、めちゃくちゃうまい、え、ちょっといただいていいですか、あ、なんか本当に赤い、本当に赤いよ、でも早く食べたいこの気持ち、あのもう風は意味ない、うん、相当暑いのこれ、相当暑いよ、あるね、うん、食べた後に感想っていうか遅いなって思ったけど、わかる、わかる、喋れない、喋れない、うん、美味しい、タケノコっぽいっていうか、そのあん、あんみたいな感じで、うん、ね、とろっとしてるんだけど、うん、これめちゃくちゃうまいよね、うん、うん、うんうんうん、あんかけうまっ、あ、この冷たい飲み物と最高だな、うまい、一杯なくなっちゃったよ、ん、一杯なくなっちゃった、ここからゆっくりと、ホッピーもあるね、お、ホッピーあるね、ホッピーあるね、やっぱ痛風気になるからホッピー頼もうかな、あー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 じゃないよあんた、あー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 すいません、あのホッピーセットお願いしていいですか、ホッピー、はい、あんがしっかりしてるからご飯に合いそう、ありがとうございます、すいません、キンキンです、うわグラスキンキンやで、でもホッピーがうまいよ、またちょっと肉野菜も食うか、うわピーマンが多くて素敵、うん、うわすごいよこれ、うまい、一番ナンバーワン、ナンバーワン、うん、もう全部湯気がすごい、湯気あるわいただきます、うん、熱っ、熱いよ、うん、めっちゃうまいよね、うん、想定の もう結構上行く、行くうまさでしょ、うん、白米、白米って感じ、あ、白米だね、米欲しくなるね、うん、でも白米欲しくなるけど味はね濃すぎない、あ、まあそうだね、うん、うんうんうん、美味しい、うん、でもさ、うん、具材がさ、ピーマン、タケノコ、お肉ってさ、うん、チンジャオロースと、うん、まあ言うたら一緒じゃん、だけどさ、うん、お肉がさバラっぽいからさ、油がこう甘くてさ、チンジャオロースと違うこう、うん、美味しさがあるんですよ、俺、うん、全然チンジャオより好き、うん、こっちの方が美味しいかも、うんうん、うわ肉そばうまそうですね人がまずいね。確かに。こちらもそろそろ頼んでいた方がいいかな。あ、頼むか。うん、じゃないとなんか
個人的な意見だけど、あの食お腹いっぱいになっちゃう、そうそうそう、止まっちゃうと食べれなくなっちゃう、一気に。あ、ありがとうございます。大きい、めっちゃ。今唐揚げ来たけど、食べる前に米もんとか頼んでいきますか。じゃあ先に一つ。どれも。豚バラですね、これは。バラですね。いただきます。うん。うま。うま。うん。甘い。あったかいかな。なんか俺のせいかな、バターっぽい味しない。あ、ふわーって感じ、背脂の甘みがさ、うまっ、うわ、あ、これはいいわ、うん、うん、だから正直さ、メニューのこちらってさ、うん、1000円超えるやつって数個だったじゃん、うん、高い方のメニューだなーって思ったけど、うん、この量来るなら納得だよね、うん、結構来たなーっていう感じ。今ですね、カメラ止めてる間に最後に最後のメガジョッキハイボールで重い、まあ、俺はね、中頼んだんで、まあ、これで今日はお酒終了かな、うん、そうだね、うん、目がでかいな、でかいね、あ、ありがとうございます。すいません。じゃあもうそろそろ今日の締めに向かって走る感じかな。はい、はい、炭水化物です。こっからね、これこっからチャーハンということで、うまそう。もう全然先食べちゃってください。あ、チャーハンまで、ありがとうございます。ほい、チャーメンも来ました。川崎名物、川崎名物、これがねチャーメンでございます。じゃあまあ最初に来たチャーハンから。チャーハンから。はい、じゃあどうぞどうぞ。このレンゲで失礼して、うん。ナルトがいいね。いいね。いただきます。これで。俺も。よいしょ。いただきます。はい、どうぞどうぞ。ああ。うまっ。うまっ。お米しっとり系で、うん、かまぼことチャーシューと、でこのラードね、うんうん、いいね、飲めるわ、しっとり系、うまっ、うん、すげー飲める。ちょっとスープ先に、あースープね、うん、うん、あ、これラーメンも美味しいわ絶対、ね、スープ美味しい。ね、チャーハンめっちゃうまいな。めっちゃうまい、うん、めっちゃうまい。パラパラ系美味しいけどさ、個人的には私もしっとり系だし、町中華はしっとりの方が余計に美味しい気がする。うん、それもチャーメンいっていい？あ、お願いします。うわ、これチャーメン、うん、川崎名物ということで、うまそう。これ先行っていい？はい、うまそう、うまそう。うまい、うま、うまい、うま、うまい、うん、ちょっといただいて。チャーハンのメンバージョンかなと思ったけど、うん、もうチャーメンはチャーメンって感じ、本当に炒めの麺っていう別メニューだね。いただきます。ちょっと食べて、うん、うん、うんうんうん、うまいよね、うん、チャーハンとは全然味付け違うけど、うん、これはチャーメンだね、うんうん、普通に普段飲みに行く時もさ、締めに食いたいよね、うんうん、ちなみに今腹何分目？いや、8.5 ぐらい、リアル。いや、絶対、絶対開拓ラーメン食べたいから。じゃあ、俺はこのチャーハンとチャーメン食べようか。あ、そう。まだ食える？チャーハンちょっと食べたい。うん。じゃあ、チャーメンいただいちゃうわ。はい。
うん、今こんな感じでね、チャーハンとチャーメンね完食しましたんで、もうあとは最後締めの開拓ラーメンで、屋号の開拓ラーメン、まだお腹空いてるんで大盛りで頼みました。あ、ね、そうだったね。あ、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。わあ、うまそう。最後開拓そば到着しました。お皿変えた方がいいか。じゃあ開拓ラーメン来たんで、はい、絶対食べたいと言ったんで、絶対絶対食べたい、食べてくださいよ。あ、先に？いいよ。こういうの？麺から。麺からね。卵麺ですね。うわあ、うまそう。ちょ、もう一回。絶対絶対食べたかった。でもやっぱこうちょっとピリ辛系なんだね。うん、そうだね。うん。うわ、この盛ったのうまそう。ミニラーメン、あつ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 、ね、ちょっと待って、なかなか熱いね、これは。でも具材はさ、野菜とお肉も入ってて、うん、あ、そうだね。それこそ、うま煮そばっぽくない？具材は。でもさ、これ牛肉だよね。牛だね。うん、うん、うん、うまい。とろっとろ。とろっとろ？結構ね、辛い。見た目の割にピリ辛よ。嘘。うん。だと思う、多分。ちょっとスープいこうか。ああ。あ、確かに見た目の割にピリ辛だよね、はい、うん、うわ、うん、うまっ、うん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 、あ、辛っ、うん、うわ、これうめえだろ、うまっ、熱っ。うん、うまっ、うまっ。この麺結構スルスルいけるやつだからさ、うん、締めでも全然食べれるね。いけるね。うん、うまっ。個人的にはさ、もちろんこれ単品で昼飯として食いに来て食うのもありだけど、うん、やっぱ飲みの締めに超合うと思う。うん、うん、うん、うわ、ずっと食えるな。でも辛い。うん、結構食い続けると、うん、もうちょっとだけ、うん、もういっぱいだけど、じゃあ食べれる分だけ取っちゃって、最後俺丼でいくわ。あ、その方が、じゃあ、うん、ちょっとお肉一つ、はい、でもすごいよ今。ありがとうございます。スープ飲み干したら結構唐辛子とか黒胡椒とか結構入ってんのね、うん、やっぱスパイスはかなり入ってるわ。これめっちゃうまい。これめっちゃうまいわ、うん、うん、うまっ、うん、うん、ってことで、ただいま開拓ラーメンの大盛りもしっかりと完食させていただきました。まあ一応ね、酒はまだ残ってるけど、まあ、ごちそうさまでしたということで、はい、あとゆっくり飲んで、うん、ゆっくり飲んで締めましょう。じゃあすいません、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。